ボートレースの隅田は本日より52回目の G1 高松宮記念特別競争、今大会も最古参の王者松井秀夫を引き取り、全国各地の強豪たちが聖地隅田に集結、伝統の一戦の名にふさわしい一大一戦で連日見どころたっぷりの記念バトルを展開してまいります。さあ G1 初日の第1レース、456枠なりで並びと一分新回転を始めています。先で風はスタートラインの追い風の風速は2メートル前後と緩やか。3マーク横1号艇の宮地元木が開幕戦気合の一戦で人気の中心です。2号艇の藤岡俊介、3号艇の柳生大二と3マークを回ってまいります。4号艇の上田亮平、さあ今回高校ターの地元2点で注目レースは行われます。引っ張りました。5号艇の松山翔、そして6号艇の黒井達也、今回隅田は6年2ヶ月ぶりとしました。さあスロー勢が石塚さん、ダッシュ勢が4号6、そのまま上手取りの3対3で早く進入体系が上がってまいりました。さあ国家賞金ランク第12位の宮地元木の一逃げの幕開けなるか。 G1 初日の第1レースはスタート10秒前、インコースから1番2番3番4番5番6番の3対3の枠なり進入です。2秒1秒、今スタートしていました。さあコーススタートはダッシュ勢ですが、内からインコース、2コース、1号艇、2号艇も出てきまして1マーク、まずは角から絞っていった4号艇を抵抗する1号艇、2号艇やり合った、内から3号艇、6番、5番でさあバックステッチは差し出し線から真ん中あって、6号艇の黒井達也、隅の絵下手で初っ端だから大波乱となるのか。3号艇、5号艇、1号艇、奇数艇固まって、あとはさらに4番、なおスタートは正常でした。大胆マークトップで回るのはなんと人気を下げていた6号艇の黒井達也、そして2番手3号艇回った、後ろ1番、5番ですが3号艇の柳生が2番手、3バッテリー5号艇で上位が635となってレースは2周目とあります。初っ端から大波乱でこのままですとかなりの後輩と2周目出したマーカーと風マークに出したから真ん中バッター6号艇の黒井達也、2番手が3号艇の柳生大二、3番手に5号艇の松山翔吾です。さあ5号艇や引っ張って内から1号艇高専会に宮地、1号艇5号艇並んでまいりました。インコースに1号艇、アウトコースに5号艇、どちらにしても大波乱の後輩と、後ろは2番4番で今から第2マーク、2番手3号艇両者早く抜け出して、2番手からというのは届いた1号艇の宮地が回って、さあ足返してくる5号艇の松山ですが、ここに逆転、1号艇の宮地人形中心3番手631で最終周回へと入ります。さあ G1 の開幕戦6コース3コース2コースの大波乱の631、最終周回第3マークは転倒で6号艇の黒井達也、2番手で3号艇の柳生大二、3番手が1号艇逆転の宮地で最後のバックステージへと入ってまいりました。上位が6号艇3号艇1号艇、あとは5号艇2号艇4号艇の順で、さあオッズ2連単ですが 594.2倍、3連単ですと2115倍となっていまして、いきなりのオープニング伝統の一戦、今年は大波乱の幕開けで21万周が飛び出して631、まもなくゴール、先頭6番ゴール、3番ゴール、1番ゴール、5番ゴール、2番4番がゴール。